三成率いる豊臣軍は北条を打ち破った。天下は秀吉のもと統一される。だが秀吉が死ぬと世は再び揺れ動く。天下の実力者家康と三成の対立が表面化したのである。この対立を受け真田家も分裂。信行と稲姫は家康につき、雪村は親しい三成についた。慶長5年、ついに天下分け目の戦が勃発。家康と三成は関ヶ原の地で対峙する。信行は家康の子秀忠と共に関東より関ヶ原へ向かう。その途上、秀忠は雪村がこもる上田城を落とそうとする。悲しき兄弟対決の幕が今切って落とされようとしていた。絆の章第2期上田城の戦い。今ならまだ間に合います。本当は雪村と共に戦いたいはず。稲を妻としたことが理由で雪村とたもとを分かつのなら離縁してください。友三成や弟雪村と組み家康様と戦うか私にはできない。この乱世を治められるのは家康様だ。稲のことがなくとも私は徳川方についただろう。私は弟を捨て保身に走る卑怯者と蔑まれても構わない。違います。信行様は卑怯者ではありません。誰よりも雪村のことを愛している。優しい。もうあの頃の私ではないのだ。お前の目の前にいるのは家康様の将真田信行、そしてあの頃の雪村もいない。今我らの目の前にいるのは家康様の敵真田雪村。行こう稲。上田城を抜き秀忠様と共に関ヶ原へ参陣せねば。信行様。この大軍に歯向かうなんてバカな奴らだ。上田陥落の功を信玄の手土産にする。好きにはさせん。上田城を攻めるならこの雪村を討ってからにせよ。オペの場合は
一気に止めれば信号中の味方が真田、一度ならず二度までも関ヶ原へ兵を進めるため撤退路へ引く総理条件変更
怪我さずに済んでよかった。秀忠様を討ち戦を終わらせる。殿との約束がある。関ヶ原へ行かせはしない。総理条件変更。雪村は犬下がる。余計な手出しをするな。
兄上、いかようにも。敵将、討ち取ったり。兄上。雪村、あとは私たちに任せて。モノノフの魂を捨てよ、雪村。はっ！